お話し申し上げているのは、市民第一主義、地図のファースト、市民に尽くすために、長野市役所はアウト、そのような市役所にしなければいけないと訴える、そういうふうに立場があります。みんなの声が長野を作ると、長野市は言います。しかし、みんなの声を聞くのは、みんな決まった後だった。そんなふうに感じたことが皆さん終わりじゃないですか。誰のための市役所なのか、市民のための市役所です。その当然の意識を職員にきちんと認識していただく、そのようなリーダーシップが今必要なんです。これなくして、あまりの政策は虚しいものとなってしまいます。なぜなら土台がないからです。市民第一主義、市民の満足度がないし、そのような行政進出の向上を常に求める、長野市役所にしていくリーダーシップ、求められています。